もちんさん、こんばんは。むっちゃんさん、こんばんは。たこさん、やっほー。ともちんさん、ありがとうございます。N164 さん、こんばんは。ちょうちゃんさん、こんばんは。きよにいさん、こんばんは。とよったさん、こんばんは。あきさとうさん、こんばんは。空からお気をつかれ様、ありがとうございました。ありがとうございました。みなさん、なんか眉毛ここ見えそう、やだ。かふくさん、こんばんは。ひょうさん、こんばんは。きょうさん、こんばんは。メカンダイナソーさん、こんばんは。星投げありがとうございます。ドッキュンさん、初見合ってますか、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。ありがとうございました。皆さん、ソロカラオケ今日はね、あのあれです、ちょっと待ってね。今日はあの2回配信します。あのこの時間はちょっと何時までやるか分からんけど、このやつとこの今の配信と、あと夜もう一回やりたいと思ってます。なんかさっきさ、アクセサリーつけとったんだけど外したこふくさん、こんばんは。ひょうさん、こんばんは。きょうさん、こんばんは。もひかんないなそうさん、こんばんは。あ、読んだかここラウリさん、こんばんは。インナミさん、ありがとうございます。ちょうちゃんさん、からきお疲れ様、ありがとうございます。聞き終えちゃいました。本当ですか、嬉しい。タコさん、久しぶり、本当ですか。サマナハさん、はじめまして、ありがとうございます。 ST48 日記研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。 N164 さん、50カウントありがとうございます。ソッピーゾーさん、こんばんは。カラオケほぼ私のこと、本当ですか、嬉しい。でもめっちゃ緊張しました。でも緊張した、やばと思って。昨日のカラオケ素晴らしい。ひめらぎさん、ありがとうございます。感動しました。サマナハさん、ありがとうございます。昨日のカラオケ見てよく見ました、嬉しい。ドキューさん、ありがとうございます。えいさくさん、ばんは。昨日配信見たけど歌声すごく良かったです、ありがとうございます。しんいちさん、ありがとうございます。そう、少しじゃないです、めっちゃテンパってましたよ。ゆら本当にやばくて、あのなんか後で自分の動画見たんですけど、なんかそう、すごいあのめっちゃテンパってた、やばと思って。なんかその次の曲に行く時のあれとかもめっちゃテンパってて、そう、ほんまに。歌が上手かな、嬉しい、ありがとうございます圧倒的な存在感なと思って嬉しい、ありがとうございます。池田ちゃんの歌聞いて先輩たちびっくりして。本当ですか、嬉しいです。そう、でも先輩方とかその2期のメンバーとかがあのすごい後ろ、あの歌ってる時にもすごいなんか頑張れみたいな感じで、そうあの送ってくださってたので
嬉しかったです。ずっと映ってた。あ、そう、なんか他の方が歌っとる時とかもなんか結構なんかなんか割となんかおって、なんかえおると思って後で見て、そう、すごすぎました。猫だましさんありがとうございます、嬉しい。のっぴーさんこんばんは。そらはさん笑ってましたか。そうそう、歌う時も緊張したんですけど、もう何よりもね、喋るのがねめっちゃ緊張したんですよ。そうマジで、もう喋るの本当に緊張した。うん、そう、まあああいうのにもさやっぱり慣れないといけないんですけど、そう、昨日のカラオケにはしびれました、リピートして聞いて、おーありがとうございます。よっぴーぞーさんありがとうございます。なんて読むのこれ、おかずっとさん、おかずっとさんですか、ありがとうございます。こんばんは。白あさぎさんカラオケすごかったね、家族一同、え嬉しい、ありがとうございます。なんか前はね、なんか本当にちょっとここちょっとここ嫌だって感じ、そらはさんやばいやばいって言ってる、え本当ですか、いい声、嬉しい、ありがとうございます。バードが特に良かった、ありがとうございます。そう、あの曲も3曲もあのバード、バード1曲目バード、2曲目ルマンスかくれんぼ、3曲目初めての星歌ったんですけど、そう、あれもあの曲もあのショールームで皆さんに、そうまだこのソロカラオケがあるって、そうまだ何も言ってない時っていうか、そうだ出てない時に皆さんになんかあのきなんか教えてもらったんですよ、おすすめの、ちょっと鼻をちょっとこうやってやるんですけど、おすすめの曲なんか教えてくださいみたいな感じで聞いた時に、あの皆さんが教えてくださった曲の中で決めたんですけど、そうそう、あいい匂いする、あいい匂いする、これなんでだろうか、そうその中で決めさせていただきました。そう一通り全部聞いて、なんか自分がいいなーって、特に全部良かったんですけど、そうなんですよ。安定のもさ、嬉しい、ありがとうございます。でもめっちゃ緊張したんです、ガチで。そう、みやちゃんさんこんにちは、こんばんは、今日も池田ちゃんは生きてるよ。そうこの時間マジでわかんないんですよ、ありがとうございます。もはやアイドルではない、えそれ褒め言葉ですか、それは。褒め言葉、嬉しいです。デサイズハートさんこんばんは。 MC は永遠の課題、え本当にそうです、もうゆらはもうあの
本当にちょっと MC とかそういう喋るトーク力をやっぱり磨いていかないとなと思いました。はい、本当に思った。緊張しても声までって喋って、いやさ、あの最後のさ、初めての星の時の最後のなんか喋ったやつ、なんか後で聞いて、なんか自分何言ってんだろうと思った。マジで何言ってんだろうと思った。なんかなんとかを、なんか皆さんの脳にみたいな、なんかみたいな感じで、なんか何言っとんのやろうと思って。であれもあれなんですよ、なんかこんな感じのことは言おうと思ってたんですけど、アドリブっていうか、ほぼほぼなんかなんかそう、アドリブですね。8割アドリブ。MC が緊張しすぎ、そう本当にテンパってた。なんか次の曲のあれで、ラッキーストライクさん、こんばんは、初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらんです。ぜひルームフォロー待ってます。初めての星の涙でも、嬉しい、ありがとうございます。くだかりさんがもばめで褒めてました。歌うますぎ、かっこいいって、あとソロ曲です。嬉しい嬉しい、やった。嬉しい。福田さん昨日も写真撮ってもらいました。嬉しかった。嬉しい、それめっちゃありがとうございます。教えてくださって嬉しい、イエーイ。昨日は予約池田ちゃんの家から。本当ですか、ちょっと大丈夫だったかな。バード取り上げたのがすごい。本当ですか、でもこれ皆さんに教えてもらったんですよ、曲。引き込まれました、ありがとう、多分嬉しい。キー低めな、あーでも割とそうかもしれないです。でも高い曲も歌えるようになりたいんですけどね。でもどっちかって言ったらそうですかね。キラちゃん知らなかった人、本当ですか、嬉しい。他に候補曲ありましたよ、皆さんから教えてもらった曲の中でも、あこれとこれどっちにしようとか言って、で歌ってみて、あこっちの方がなんか今回はこっちのにしようかなみたいな感じでやったりとかしました、素晴らしい選曲、嬉しい。そう、皆さんが教えてくださった曲で、そう。炎上さんこんばんは。次の AKB 歌唱力ナンバーワン決定戦、なんか機会が、そうもし2期研究生も出るっていう機会があったらね、挑戦したいんですけど、出てみたいです。クラちゃんさんこんばんは、心に響く声、嬉しい。七千秋さんこんばんは。龍角さんもちろん食べました。もう龍角さんだけのポーチを作りましたよ、もう龍角さん入れるためのポーチを作った。ついでにもっとガンガンに踊ったらよかったね。でもなんか今回はなんかなんだろう、もう緊張もあったから、そう緊張もあったので、そうゆらも踊りたかったんですけど、緊張があってちょっと上がっちゃうかなと思って、そうちょっと手とかつけてみたけどって感じ。そうなんかそれでさ、なんかゆらはその歌とダンスもやりたかったんですけど、それでなんか歌がちょっとなんかあれになったらで、ゆらはそうなるかなってちょっと不安だったので、
そう。ですね。そう。マジで緊張しとったけん、ゆら。じゃけん。そう。ほんまに。マジで。もう、朝とかも。なんか一日目の、あの、人たちの、方たちの、一日目の方たちの、あの、やつ見てたんですけど、もう、いや、もうほんまに見とるだけでこう、あの、わかりますかね、こう顎がガクガクなる、こうぐー、あの歯と歯がこう噛むじゃないですか、がこれがなんかあの高速うーってなるやつ、寒い時とかになるやつ、あれなんですよ本当に。じゃけんもうそうでもやばかった前日から。昨日のカラオケ最高、ありがとうございます。歌よかった、ありがとうございます。昨日のソロカラオケ仕事で見れんかったけど、ツイートとかで見た、めちゃくちゃ思い出、嬉しい、ありがとうございます。待って、ねえやだ、うっそ、ねえ見て、今壊した、あやだ、ちょっとなんかユラの握力で壊した、ほらなんだよ、もともとなんか今曲がっとったよね、えマジで最悪、ちょっともう握力強くなったかもっていう、ちょっとプラス思考でいきます。はい、バードが絶品でした、かっこいい系の曲が似合うとかにも、おーありがとうございます、嬉しいMC になると何のようにだこれMC どんどん、どうも MC 頑張りますあちょっとこのまま喋ったらやばくない、俺もゆらちゃん何言ってるんだろうと思ったいやねえ皆さん思いますよね、あれマジでなんて言ったっけゆら、マジで脳になんたらって言ったんだけど、なんたらがちょっともうテンパってて、はい、仕事が上がらなくて崩れ落ちました、えのー鼻炎ですね、鼻炎、お疲れ様です。ゆらちゃんらしかった、え本当ですか津田ひろみさんこんばんは、ありがとうですかな、ね大体選曲が渋すぎる、え本当ですか、渋い、嘘脳に残った、嬉しいイエイ嬉しい、最後に言ったのがさらに良かったと思いました、え良かったじゃあ言って喋れてるよ、声も聞き取りやすいし嬉しい、おそれから気持ちよかった、ありがとうございます。タムタムさんこんばんは、可愛いって嬉しいんだけど早瀬さんの嵐嬉しい、ありがとうございます、緊張したけどね、カラオケ見たよ、ありがとうございます、クロちゃんまだ見れるだろう、うんゆらの声いいですか、嬉しい、イエーイ、ゆらちゃんの声が発揮合ってる感じ、それだけ選曲嬉しい、みかんダイナソーさんハート100個ありがとうございます、ゆらちゃんだって、そうですよ緊張で体が固まったから振りがちょっとぎこちなかった、えそうはるぴょんさんこんばんは、カラオケよかったありがとうございます、めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ緊張した、てかもう前日めっちゃ緊張した、そう
い声本当ですか？久々の船の、あ、そう、久々に船に行きました。そう考えたら、帰り危なかった。なんか船のあの裏の、そう、あのあのね、ステージに出る手前ぐらいのところに歌詞の紙を置いてたんですよ。歌詞の紙を置いてて、それを持って帰るの忘れちゃったんで、危なかった昨日ちょっと関係ないけど危なかった。持って帰るの忘れそうだった。あと携帯も持って帰るの忘れそうだった。危な危なかった。MC 見ててやっぱり緊張してるなって。そう、緊張する。なんかそう、キラちゃん耐えて言わない、それが俺のさ。そうなんですねなんでそうなんですねトキピタさん、カラオケから来ました。おー嬉しい、ありがとうございます。歌が上手かな、嬉しいです、ありがとうございます。ヘイデンさんかな、ありがとうございます。それでも8割くらいに力出たってやで。え、でもなんかやっぱり、うん、まあ頑張りましたたまたまさん、ハート100個ありがとうございます。 MVP って嬉しいです。リブラートになるやん、わらもうもっとね頑張りますね、これから。バードよかったね、ありがとうございます。なんて読むんだろう。 NMB の曲やっててもらえて嬉しかった。おー、そう、 NMB さんの曲も初めての星、そう、歌いました、歌わせていただいた。そう、握力やばいよ、ね、壊れちゃった。おお、ちょっとコメント読むの遅いかな、ごめんなさい、マジで時差あるかもマジでどうしたらいいんだろう。あ、そう、みんなに教えてもらったん、めっちゃ最近ですよね。ないつだろう、割と最近教えてもらいました。でそこで、まあ、正直に言うと、その3曲とも全部あの皆さんに教えてもらってから知ったので。そうなんです。かやまれさんこんばんは。脳の話脳の話よかった、よかった。山形県酒田市の住民さんこんばんは。エンディングでコメントすると思わなかったそう、フォロワーさん増えてて嬉しかったです。皆さんまだフォローしてないっていう方はフォローしてください。OTG さんこんばんは。カラオケ良かったです、ありがとうございます。愛は羽を失ったリベリートに、あ、今日まあ関係ない話をすると、あ、ちゃんとね、ちょっと待って、ラベル剥がす。関係ない話をすると、ちょっと待って、関係ない話をするとね、これ水は今日はここまでなんだ。でもこれまださあれかね、少ない？まだ色1日だ、お1日だ、これだけしか飲んでないんだけど、やばい、ちゃんとね飲まないといけないんですよ。
そう、嬉しい、嬉しかった。フロアさん減ってて、こんばんは、カラオケかっこよかった、ありがとうございます。つくしさん、キラちゃん具体出したらあまり今すぎてコメントよ。あ、本当ですか。あ、そう、なんかね、ちょっと見れるところがあるんですけど、でもそっちにも集中ができなくて、そう、あのコメント欄見れるところあるんですけどね、あの流れてくるコメントが見れるところがあるんですけど、歌っとるところにも、でも全然見れなかった、もうあの緊張しすぎて全然見てなかったです。そうも、だからあの福田あかりさんが曲の途中に、そう、何々って書いててみたいな感じで言ってらっしゃったのが、え、だって歌いながらそこっちも見れてたってことだから、え、すごいなって思って、そう、すごい尊敬しました、尊敬してます。そう、韓国人の耳では池田由良の歌はうまく聞こえる。え、嬉しい、ありがとうございます。よく頑張った、そう、頑張りました、ありがとうございます。こんばんは、カラオケよかった、いつちゃさん、ありがとうございます。初めての星は公園で何度も見てるけど、さよねを思い出すほどの歌い出しだったよ。え、本当ですか。そう、ほんまに話すときと歌うときのギャップがすごい。え、本当ですか。吉田さん、こんばんは。終わったら気にせず口ずさ、そう、口ずさめるんです。もうにゃんか、にゃんかえ。なんかもうずっと、そう、あの練習 してたから、ずっとっていうか、もうそう、練習しとったけん、ずっと割と頭の中にあって、結構ずっと口ずさんだったんですよ最近。だからショールームで口ずさみそうになって、マジでバレちゃうって思ったけど、もうそう歌ったので、てん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 、私こんばんは、昨日それから良かったよ。ただやんさん、ありがとうございます。やっと仕事お疲れ様です。ひさるさん、こんばんは。500ミリの水なら1時間で飲みきる。すごい。あ、そうなん？水飲んだら汗をかいて水分出さないといけんの？じゃないと意味ないってこと？キちゃんならマスククレーム分分かった。嬉しい、ありがとうございます。キラちゃんが話してる時と歌声のギャップが大きすぎて、空破産音がびっくりしてな。本当ですか。そう、めっちゃ最近、え、いつだ、いつ皆さんに教えてもらったっけ、いつだったっけ、1週間前ぐらいだったっけ、どれぐらいだったっけ。頑張って1日ね、2リットルなんか飲んだらいいって聞くよね。緊張でブブラート、歌はどこかで習ってたの。スクールで習ってました、通ってたスクールで、あの STU 入る前に。おー、何これどう、え、あツインテールできない、できない。玉木さん、こんばんは。そういえば愛子じが池田ちゃんと手もでもの涙したいんだって。そうなんですか。え、ゆらもやってみたい。こんなに会いたくても、こんなに好き
きでも目の前を通り過ぎてく、それで任せて、こんなに会いたくても。めっちゃいいよね。ゆうちゃん緊張しすぎて後ろにいるとき、そう、なんかゆらの顔がマジで何と思って、ゆらも後で見て何これと思って、でも聞いてください。これあのゆらが歌い終わったと、まあほっとしたっていうのもあるんですけど、あのあれはですね、あのあれなんですよ、あやっぱなんでもないなんでもない、でも本当にこうやって聞いてたんですよ。そう、配信の時に歌っちゃいそうって何度も言ってたもんね。そう、何度も言ってた。もう危なかった。でも一回も歌わんでセーフだった。早く木田ちゃんの歌が直接聞きたい。そう、公園でさ、それなんか歌だけとかはやったことないから、今の僕の太陽公園だったらさ、日暮らしとかじゃん、やっぱり。それ以外はね、結構割とあれだから。そう、空から見ながら聞いてる。おー嬉しい、やった、ゆらとゆらですねゆらちゃんの歌声好き、嬉しい、ありがとうございます。マーキさん、ごじゅうきなちゃん、ありがとうございます。千穂さんと写真撮りました、撮っていただきました、嬉しかった、嬉しかった。もう本当に本当にもう憧れですよ、憧れ。そう、みんなでそう好きな曲皆さん教えてもらった、そう、あのおすすめの曲か、そう、ショールームでもカラオケ配信みたいです。そう、またカラオケ配信いつやろうかなって感じ。また感動したよ483、初見ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田由良です。ぜひルームフォローお願いします。ありがとうございます。安定してうまかった。かいわれさん、ありがとうございます。大姫くん誕生でね、本当に嬉しい。嬉しい、そんなでもすごい2期でもうまい子結構いたので、上手な子が歌うだから、それでもめっちゃ緊張して、そう、うん、なんでもないもう何でもないって言っちゃうんです。そう、あ、皆さん聞いてください。ちょっと待って、まずちょっと関係ないあのあれをすると、まあ今日は雑誌買った、見て、小島春菜さん、小島春菜さんの雑誌ね、この付録のポーチがあって、それが欲しくて、あの小島春菜さんが YouTube されてるじゃないですか、それを見て欲しいって思って買いに行ったんですけど、昨日発売だったのかな多分、けど昨日は買いに行けんくて今日買ったんですけど、このポーチ、これこのポーチとこのポーチ、かわいいピンクのやつ買った。あ、じゃあこれは付録、
そう、それ雑誌を買った。小島春菜さん、そう、 YouTube 見て、そう、そうそう。キーちゃんさん、初コメです。こんばんは。初見ありがとうございます。ST48、日記研究生の池田ゆらです。ぜひルームフォローお願いします。トヨちゃんさん、ご中堅ありがとうございます。初コメです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。トヨちゃんさん、ご中堅ありがとうございます。あ、言ったかな、今。あ、言った。ヤスベさん、ご中堅ありがとうございます。むっちゃんさん、ご中堅ありがとうございます。みなみちゃんから紹介されてきました。え、嬉しい。ピーヨコちゃんさん、ありがとうございます。嬉しい。イメージ的に壁を打ち破る感で見てて爽快、読めた、爽快でした。ありがとうございます。そう、付録、そう、付録です。グレートマンさん、こんばんは。クロちゃんさん、51キロちゃん、ありがとうございます。ね、可愛いよね。タピオカの、タピオカ柄じゃないよこれ。違うよ、これはあれです、サクランボですよ。サクランボ、ほら、サクランボ、サクランボですよ。あ、赤リップ持ってますよ私。吉田あかりさんのリップ持ってますよ。1個だけだけど。クロちゃんさん、51キロちゃん、管理ありがとうございます。ゆうと先輩、やっほー。今日の服装可愛いですか。あ、これいつだっけ、いつ買ったんだっけ、めっちゃ前に買ったんだけど、なんかの時に買ったんですよこれ。でも何の時だったか忘れた、ちょっと忘れちゃった。こんばんは、カラオケ見ました。ゆかりさん、ありがとうございます。黒豆じゃない、まあ、黒豆好きですけど、ゆら、さくらんぼですよあれは。あのポーチはさくらんぼです。さくらんぼ、そういや、生写真、キラちゃんコンプ、おお、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか結構さ、皆さんさ、生写真をさ、なんかいろんなところ、生写真を持っていろんなところに旅してるよね。なんかそういうの見たことある。なんかいろんな、なんかご飯、ご飯と一緒にさ撮ったりさ、なんかどっか行ってさ、なんか撮ったりさしとるくない、よく。なんか見たことある気がするんだけど、なんか生写真と旅しとるイメージがある。なので皆さん、あの、ぜひあの旅してください。私の生写真をゲットして旅してください。旅してね皆さん。あ、まだ旅できないんか、今のこのあれは。旅できないんかな、旅できないけど、まあ、あの、落ち着いたらね、世の中が落ち着いたら旅させてください。この今のちょっと世の中は厳しいかもだけど、厳しめだけど、あ、皆さん聞いてくださいよ皆さん。ちょっと待って、これは今からゆらはすごい、すごいものを出しますよ。ツイッターとかね、なんかゆらもね、どっかで見たことあるんだよね。生写真と旅は13年ぐらい前に卒業しました。なんで、そう、さくらんぼパジャマじゃないよ。ゆじさん、こんばんは。今日の髪型素敵、嬉しい。
今の髪型から伸ばすのロングヘアのイラちゃんみたい。うん、伸ばす予定今のところないんですよね。了解、やったーやったー。伸ばし新集めは5年前に完成。そうなんですか。スーさんこんばんはではすごいものを出したいと思いますよ。3、2、1、じゃーん、イエーイイエーイ。スイッチです。念願のスイッチ、ピンクですよ。今日発売なんで、予約していたので今日取りに行きました。嬉しい。そう、どんまりのカセットも買ったよ。なのでちょっとやるんですよ。今日はやるんですよ。嘘、どんまり今やってる NH6 のさん、マジで。配信ありがとう。こちらこそ。ホーネットさんありがとうございます、来てくださって。そう、どんまりだよ。なんだ、ちょうだいって裁縫セットじゃないよ。そう、動物の森の本体セットってさ、あの柄がどう森のやつ合ってる。すごい。そう、南と一緒にやりたい。早く南と一緒にやりたい。ゲームしたい。ああ、柄があれのやつ、わかる。なんかさ、あのミント色とさ、なんかあれのやつだっけ、合っとる。なんかミント色ともう一個なんか色があるやつ。ゲーム配信、ゆるでもさ、どんまりの実況ってどうやってたらいいの。実況ってことでしょ、ゲーム配信って。いやー、嬉しい。スイッチ可愛いよね。しかもピンクかった。ピンク、今充電しております。ただいま充電中。でも結構充電されたですよ。海ホテルは動物の森推しキャラ。でもゆらは動物の森って聞いたら、あのタヌキの人をすごい思い出す。なんか説明とかしてくれるタヌキの人すごい思い出す。その人の結構、そうタヌキチ、それかもしれない。むっちゃんさんが言ってそのタヌキチって人かもそう、それかも。ちょっと待ってね。動物の森キャラクターし、キャラクター、ちょっと待って。うちの推しはね、しずえさん確かになんかふわふわしてるよね。しずえさん、あれに見えるんだけど、カリフラワー、しずえさんか。しずえさんさ、カリフラワーに見えるんやけど。あ、メープル知ってる。待って、ちょっと待って、どこにいる。メープル聞いたことあるよ。メープルすごい。今キャラクターを見とるんだけどさ、懐かしい。もうちっちゃい頃やってたんで。
あの犬のさギター弾いとる人とかも懐かしいな。その人がトタケケって人？違うか。あ、合ってるわ。トタケケって人だやっぱり。おお。一押し。ねなんだよタムキチっていう。タムキチじゃないよ。確かにでもタムキチに見えたイラも。えタムキチと思って。思った。フォローしました。スマイル。ま、にぃ？アニ？マー君さん。ありがとうございます。ST42 2期研究生の池田ゆらです。ぜひ、ルームフォローお願いします。あ、ルームフォロー。初めてフォローしました。ありがとうございます。嬉しい。カリフラワー。なんとなくね、わかるでしょ。カリフラでもなんかさ優しそう。しずえさんは優しそう。なんかうん優しそう。って思う。楽しみだな。楽しみ。このルームではタヌキチタムキチになりました。何？刺激の時から嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。グレートマンさん、とんかつ食べたいけどさ、いいな、とんかつ美味しそう。食べた。結構素で言った今。静江さんは優しい、そう優しいよね。しずえさんってさどこにおるんだっけ、いつも。急だけどポーチ開けた。何入れようかな。他に気になるソフトはね、あれなんだっけ、マリオ系のやつ、マリオがしたいんですよ。なんかその何、マリオ系がしたくて、ゆらはマリオ系がしたい。マリオ系がしたいんですけど、なんかあれなんだっけ名前、あのいろんなキャラクターが出てくるやつもうしたいんですけど、でもどうしようか迷っちゃって。普通にマリオって売ってあるよね。いやカートできんのよ、ゆらカートできんのよ、ほんまに。もうマジで壁にぶつかりすぎて、もう勝てる気がせんけんね。そう勝てる気がせんけん。一生壁にぶつかってるけさ、もう壁にぶつかったもん、なんで進まんのとか言ってるけどさ、ゆらもうダメ。あ、スマブラ、そうスマブラってやつ、それやりたいけど、でもなんかそれか、なんか普通のマリオってある？普通のマリオとか、それにしようかな、どっちにしようかなって感じ。でもとりあえず今は動物の森を買ったから、動物の森をちょっと極めようと思って。初めまして、ソロカラオケ聞いてるとこにびっくりしました。つりけんさんありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひルームフォローお願いします。そのポーチなーのやつ、あれスイートの付録です。小島春菜さんのが紹介されてたので買いました。そう付録です、雑誌の。買った、今日買った。しずえさんは案内所、あ、分かる、市役所、違うわ。優しいイメージがあるよ。
静江さんは。ここなんでなんか変なんだよね、こっち。まあまあ分からんか。任天堂派、プレステ、いやあんまり詳しくなくて、なんか今からちょっとゲームを極めていこうっていう人なんですよ。そうだからあんまりね詳しくなくて、そう。ポケモンもあるんですか？え、ちょっと本当にどうしようかな。スイッチもうどこにでも連れて行きたい、スイッチ。あ、とりあえずですね、この今の配信はですね、19時までしたいと思いまして、夜も配信するのでって感じです。はい、ポケモンやってみたい。動物の前にホクロと目元のチョコチップも再現。え、どういう意味どういう意味、何再現って、意味わかんない。昨日は行けてましたね、ありがとうございます、嬉しい。ミキミキさんこんばんは、初めまして。歌めちゃくちゃうまいですね。ふーちゃんさんありがとうございます、嬉しい。初見ST48 2期研究生の池田イラです。ぜひルームフォローお願いします。マジックの名前でやだ、絶対書きたくない絶対書きたくない。そう、ライト、スイッチライトピンク買いました。48さんフォロー、おー、ありがとうございます。次は見られないかも、今から仕事。ああそうなんですね、ありがとうございます、来てくださって。夜歌わないと思う、まだ。うん、そう、でも普通にお話ししたいので来てください。動物の森にハマって配信をする、絶対ない、いや絶対ないよ、大丈夫大丈夫です。ちゃんとアラームかけたりするからね。油断して落下、あ、これバーンってこと、いた、悲しき。どうやって再現すんの、何それ、どういう意味。スイッチライトとホクロってどういう意味。もうユランは初見詐欺には乗らないので初見詐欺には乗らないので、ちょっと本当に楽しみなんですよね。でも今もうね、めっちゃ最初のところ聞こえる、今めっちゃ最初のところなの。でも全然進めてない。え、本当に楽しみです。聞こえたかな今。次9時過ぎ。9時過ぎかな。どんぐらいだろう。でもそれぐらいかもしれん。嫌な顔のほくろ。え？意味わかんない。意味わかんない。喋り方と歌声のギャップすごいですね。あ、いい意味です。え、ありがとうございますキーちゃんさん、ありがとうございます、嬉しい。
嬉しい。いい意味だね。あ、バーナルダメだ。危ない危ない。なさ、ゲーム配信とかするときってさ、どうしたらいいんでしょうか。もしダメなのかな、ゲーム配信とかってあんましない方がいいんかな。どうなんじゃ。取材していただきます。そう、また配信時間あげるのでその時に来てください。あ、無音でやったらいいのか。そっか、猫元気さんこんばんは、ありがとうございます。あ、5時8分になったかな、ちょっと待って。あ、5時8分になったのでランキング読みたいと思います。あ、またその前にインナミさん、あ、ギフトくださった方読みたいと思います。銀奈美さん、お疲れありがとうございます。デサイズハートさん、タンポポありがとうございます。モヒカンダイナソーさん、ハートありがとうございます。タムタムさんもハートありがとうございます。タムタムさん、バランありがとうございます。タムタムさん、小判ありがとうございます。あと花束ありがとうございます。山形県酒田市の住民さん、馬ありがとうございます。むっちゃんさん、これ何ですか。あ、制服のボタン、制服のボタンだ、ありがとうございます。のっぴーさん、ハートありがとうございます。8000年過ぎた頃から、スケーモンさん、だるまありがとうございます。タムタムさん、音符ありがとうございます。ピーヨコちゃんさん、バラありがとうございます。皆さんありがとうございます。それでは、あ、第二ボタンなんだ、へえ、ありがとうございます、嬉しい。嬉しい。ではランキング読みたいと思います。のっぴー、13位たこさくさん、12位のっぴーさん、11位つくしさん、10位てっちゃんさん、9位ちょうちゃんさん、8位頭の腸の薄いっていう字のおっていう字さん、8位ありがとうございます。7位ドキュンさんありがとうございます。6位ゆとさんありがとうございます。5位大村さんありがとうございます。4位インナミさんありがとうございます。3位、あ、全部ありがとうございます言ってきたんだ。皆さんありがとうございます。皆さん、3位インナミさんありがとうございます。2位もひかねのすさんありがとうございます。そして1位はドロロロロロッン、タムタムさんありがとうございます。途中からちょっと一人でお一人ずつありがとうございましたを言ってたんですけど、はい、ありがとうございます。あの、その他の方も、はい、あの、そう、13位から9位までの方かな、多分、わかんない、ちょっと忘れちゃったけど、ありがとうございます。途中から全部言っちゃった。ありがとうございます、ありがとうございます。それでは皆さん、夜配信も来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさいじゃない、間違えた。また後で来てくださいね。ではバイバーイ、後でね、バイバーイ、バイバーイ。